広本万葉集は20世紀に編纂された万葉集の広本である。正編、造歩、心臓歩、心臓歩追歩からなっている。佐々木の仏橋本新吉、武田祐吉らが1911年により万葉集の定本を作るために広本を作成したものである。定本には官営半本を用いた。 最初に刊行された1924から1925年版は、官営半本の本文を数行ごとに切り離したものを、元に、書本の行為と小学説の書き入れを手書き文字で付した形で刊行された。1931年以降に増補された部分については、活字で組んだ体裁で刊行された。古写本には、巻や歌の一部が書けたり、類似フル獣、 小早く類受賞のようにそもそも抜粋再編されたものもあるため、歌や言葉書きごとに、どの対抗本が当該本文を有するかを上部欄外に略語で示している。書き入れについても原則としてすべて掲載することにし、元になった本が明らかに判明しているもののみ省略している。また、書き入れが本文と同筆か別筆かについても、注記されている。 万葉集の本文は漢字であるが、平安時代からすでに奏で訓の付された本が作られており、本書では漢字本文、訓のそれぞれに対して行為が掲げられている。また、後世の学説で訓について触れたものについても引用されている。まず1911年、佐々木信綱、橋本新吉、千田県の3名が文部省文芸委員会から食託を受け、 万葉集の定本を作成する事業が開始された。1916年1月からは、東京帝国大学国語研究室の事業となり、佐々木、橋本が食卓を受け、同年3月から武田雄吉も食卓を受けた。以降は武田が中心となる。定本を作成する準備として、1918年10月には20種の古写本、古漢本を対抗し終えた。 ここで次に定本を作成する前にまず後本の形で交換することになった。さらに、選学賞など古来の学説を収録することになり、久松千日が新たに食託を受けた。1919年、財団法人広明会の出資によって後本の出版が決まった。しかし特殊な定裁や文字のため、活字製版の目処がつかず、手書きの原版となった。 こうして1923年5月には、広本20巻4882ページの印刷が完成した。この他に、首巻きと書本集間を加えて、様相6冊本として10月にも出版される予定であった。ところが、同年9月1日の関東大震災で東京は大火災に見舞われた。 製本書に積まれていた印刷済み500部が全て消失したほか、東京帝国大学国語研究室にあった、競合定本、印刷用原稿、その聖書原稿、各種作品、年譜、写真、万葉集の写本、注釈書、参考書等も消失してしまった。わずかに構成ずりが、佐々木、武田のもとに一部ずつ火災を免れて残ったため、 この事業が無駄にならなくて済んだのであった。昇進の佐々木のもとに訪れた同郷人の激励を契機として、再び観光の計画が立てられ、土佐の和紙による和装として、不巻や訂製造法を加えて、全25冊、後日として1924年から観光の運びとなった。以下の4つのバージョンがある。新たに発見されたもの等を対抗に加えて、 増歩を繰り返しているが、こういう原稿を根本的に作り直すことは、最低限にとどめ、部分的な集定と増歩を付加する形で拡張している。そのため、性変、増歩、新増歩の3箇所を常に相互参照しなければならない。さらに新増歩に、ホイがあり、後に、広瀬セボンが発見されたことにより、新増歩追法も加えられた。以下に、各班の対象表を掲げる。 ただし巻除は対象の都合上、実際のものとは異なる。主観には以下の内容がある。不巻には以下の内容がある。増法には以下の内容がある。心臓法には以下の内容がある。心臓法追法には以下の内容がある。政府編1925年版で採用された書本は以下の通りである。 大きく分けて、戦学の工程を経たものとそれ以前のものとに分けられる。造法で新たに競合に加えられた書本は以下の通りである。新造法で新たに競合に加えられた書本は以下の通りである。その他、小略類受賞、原略広本の影写本、模写本、天川崎本、金沢文庫本などの影写本、類璲万葉も競合に加えてある。 また個筆切れも競合に加えてあるが、略号を、ゴシック体にし、明朝体活字の略号と区別している。造庫で採用された、この家元亀元は、略号を、金としてある。新造庫ではこの本を、陽明本と改め略号用とした。しかし一方で新たに採用した、この絵本の略号を、金としたため、造庫と新造庫で、同じ略号。 金が別の本を指している。なお、陽明本は、恩子道元と、この絵本はダイヤ元と、同系統のため、それぞれ恩子道元と相違する点のみ、大屋本と相違する点のみを行為に掲げるということになった。したがって、陽明本、大屋本については定本である、歓迎半本との行為ではない。この結果、例えば陽明本が、恩子道元と相違して、 関英半本と同じ場合、定本二同時という記述様式をとっている。心臓補追補で新たに競合に加えられた書本は、以下の通りである。広瀬本を含め、略号は、ゴシック体で示してある。ありがとうございます。